Otis barely made it to his truck when a bunch of them attacked. I saw him wave and yell something. All I caught was theater. And then he drove away. I was alone again. Otis had abandoned me. I had to find another way to get to the theater. It wasn't too far, but the streets were crawling with the living dead. I decided to get there through the sewers. Otis に裏切られてしまったので、下水道を通って、最寄りの避難所に向かいます。皆さんは人に裏切られたことがありますか？おそらく、何度もあると思います。珍しいことではありません。しかし、大して親しくない人間に裏切られるならともかく、ある程度付き合いも長く、信頼していた相手にひどい裏切られ方をしたことはありますか？しかも、一度や二度のみならず、何度もそんなひどい裏切りを経験した人はいますか？私はそんな出来事が度重なって、トラウマとなり、結果、あまりお外に出ずに、ゲームばっかりする子になってしまいました。あれ？私は一体なんでこんな話を、してるんだ？愛などいないよ。え、下水に潜るの？やだなぁ。アメリカの下水には、白い巨大ワニが住んでいる、という都市伝説があり、それを元に制作された映画が、アリゲーターです。特撮技術はかなり荒く、ハリボテ感丸出しの巨大ワニが暴れまくる、映画ですが、これもかなりの名作なのでぜひ見てみてください。この劇場は、今から行こうとしている避難所ですね。多分主人公が着く頃には、幕
祭りは終わっているでしょう。さりげなくプレイしていますが、今のはガチでビビりました。おならとそれ以外のものが少し出ちゃいました。てへてろ。The theater was barricaded like a fortress, but everyone was dead. Those things got to them. I needed some rest. But first, I had some business to deal with. 休息場所を確保するため、この劇場を掃除しなければなりません。出ました、M16。大人も思い出すぜ。ふうははー、言ったことないけど。しまった、カンフーピストを、なくしてしまった。ま、いっか、もう飽きたし。ついにラジオ放送も全滅しました。いよいよ人間社会の終わりです。
死体をバリケード代わりにしてたところを見ると、よほど追い詰められてたんですね。映画館で思い出したけど、ダリオ・アルジェント監督のイタリアンホラー、デモンズ、もう面白いよ。Ladies and gentlemen, the Jared Smith Center for Performing Arts proudly presents Death of a Salesman, as performed by Dr. Mundo's interpretive dance troupe.変な偽物だった。それにしても、なぜ映画館ではポップコーンなんでしょう。映画館で物を食う必要性は全くないと思いますが、こないだ、映画館で、不細工が作るがバリバリガサガサ音立てて、お菓子食らってたから、やんわり注意したら、その後ひそひそ声で、一人で寂しいわね。ひがんでるんじゃねえの。みたいなこと言われたけど、誰がひがみじゃボケー。お前らみたいな不細工カップル誰が羨むか。タココラタココラって、俺は何の話をしてるんだ？
事が済んだので、就寝します。おやすみなさい。I woke up to honking. Otis came back for me. I asked Otis where we were going. A trucker on his CB radio told him about a city of the living, completely surrounded by water and walled off from those creatures. We had to find a way there. Our best bet was to go by boat. We headed for the docks. Freedom was in sight. Otis would go down and find a boat while I covered him. これからまたオーティスを援護しながら、使えるボートを探します。ところで、オーティスは約束を守りましたが、僕は今まで、仲のいい人との約束を、踏みにじられたことが数えきれないほど、あります。お金や物が返ってきた試しはないし、その人を信用して、打ち明けた内緒話をあっさりぶちまけられたりしました。約束、それは破られるためにあるものだ、と、僕は思う。特に女性は、人、あれ？僕はなんでこんな話をしてるんだ？Otis found a 20-footer. He would hotwire it while I went to the control tower to open up the harbor gates. Don't just stand there. Get that gate open.